まあ、まず今見るとみんな若いですね。本田にしても圭介にしても長友にしても岡崎にしてもね、みんな若いしね、みんな若いなと思いますけど、やはりこのよくこれフリー、よくフリーになったねとか、フリーになってラッキーだねって言われるんですけど、いや もう俺の中ではラッキーじゃねえんだよって、ちゃんとディフェンダーを釣ってこうフェイントを入れて、この画面には映ってないところで駆け引きして相手を前に行かして自分がバックステップ踏んでフリーになってるっていう、まあ、この時点でほぼ勝負はあった感じなんですけど、それをでその後にこうトラップよくしなかったねって言うんですけど、やはり自分の形っていうのがあるんで、トラップするよりも振り抜いた方が、ボレーシュートした方が、それが自分の形なんで、まあ、よくおばあちゃんとね、まあ、小さい頃、ボレーシュートの練習をしてたんで、まあ、その成果がここで出たのかなと思うしね、まあ、この試合でこのボレーシュートを打っておばあちゃんにすごく感謝した部分もあるし、やはり小さい頃のよくゴールデンエイジって、10歳前後のことを言うんですけど、その10歳前後でこう得得するっていうのはその技だったり、得得するっていうのはまさにそうなんじゃないかなと思う瞬間でしたね。あとやはり決まるときは綺麗ですよね、フォームであったり、本当に綺麗、こう自分じゃなくても綺麗って言いますね。もうまさにアート的な感じで、どこを切り取ってもシュートを打つ瞬間のこう写真でパッ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 って切ったとしても、すごく綺麗なボレーシュートの形だと思います、ね、それはこういうシュートいくかなって、この軌道を生んで、まあ、わざとボールをねこうやって蹴ったりとか、体をわざと倒したりとか、わざと足軸足を抜いたりとか、いろんなことをしてるんですけど、まあ話はきりがないんですけどね、はい、とても難しいですねこれはね。これはその当時広島にいたんですけど、サンフレッチェ広島に、サンフレッチェ広島の将軍が、昔いた将軍がのすごく有名な言葉で、一本の弓矢でも、3人兄弟いたんですけど、息子がいたんですけど、一人の力じゃすぐに弓矢折れちゃうと、その3人が束になって力を合わせれば、折れないから、3人がしっかり力を合わせなさいっていうのでサンフレッチェって言うんですけど、まあ、そのサンフレッチェの弓矢を打ったっていう